350馬力を要するエクストラ300の最高時速は305キロ、およそ最大速度約400キロの性能を誇ります。400キロ、 V 型重力機で800馬力のエンジンを搭載しています。 It is a 2017 Ferrari 812 Superfast。 モデルはフェラーリ812スーパーファーストです。And today, friends, you are going to see the ultimate. Wings from Utsumi. Let's watch them as they start down the runway. And the race is on! Whiskey Papa Tai, Ferrari, Hakkai がスタートしました。The Ferrari quickly gaining speed. Massa now over. And oh, he's rolling on his back! The Ferrari quickly accelerates away from the extra 300.ライフエッジをしながら宇宙の車両が通過するに合わせてフェラーリが激走します。スモークイズオン、ヒアウィゴー。マサオンリーゴイングアバウト150マイルズパワー。ワッチザフェラーリリーチング180マイルズパワー、ゴイングナウパラレルリズム。There they are. Round two. It's a draw.And the smoke is on. Let's watch as Massa really puts the pedal to the metal. From a diving start now, here comes the race that is on now. Massa goes into roll after roll after roll, slowing him down. But still, the Ferrari keeps going. Ladies and gentlemen, a big round of applause for Massa, Utsumi, and Tani in the Ferrari.モデル812と宇宙正宏による圧倒的な加速をご覧いただきました。マサ demonstrating the tail slide as he comes off the power. He has shoved the throttle forward with his left hand and accelerated away to the right hand side. Let's watch now as he dives down in this German built super plane, doing an 8-point hesitation roll, stopping the aircraft every 45 degreesNow, ladies and gentlemen, as Massa is set up for his full performance, it is my pleasure to introduce his announcer, Junichi Masuda. Junichi, hello! Congratulations, gentlemen, born and go! We have your present day at 2-Tari! Whiskey No. Airshow, you're over to see us, and go to the top! On the 20-Tari, この大空を再現する映像と、ウツミ・マサヒの操るエクストラ300の曲一を皆様に存分に楽しんでいただこうと思います。来週の私、ウィスキーパパ・マスター・ジュイチが務めさせていただきます。どうぞお付き合いよろしくお願いします。フェラーリとレースが終わって最初の演技に入るので行動を取ります。会場の左上空、とても小さな飛行機ですからね、皆様には肌パネルにしっかりと見ていただきたいと思います。コードと位置を確認してこちらに戻ってきます。ディスキーパパの行う極技飛行競技は翼を3回振るのが開始と終了の合図となります。翼をしっかりと見ていてくださいね。翼を3回振ったらスタートとなります。瞬きをしている間にどこかに止めてしまうかもしれません。今年10周年を迎えますエルクサイ、しっかりとご覧いただきたいと思います。スモークは3回です。出して今ポジションをこちらの会場の皆様に教えてくれます。まもなくウィスキーとのエアショーもスタートとなります。スモークを3回ほど演技開始となります。翼を4回振って4コントロールからでエントリーです。
各地配信電池より黒トンネル7点を合わせエアバックサイトを皆様にご楽しみいただきたいと思います。まずは垂直上昇から速度がなくなって垂直降下からのピボットターンを行い、飛行機がなんと前傾をしながら急降下します。ナイフエッジスピン、飛行機のこの不思議な軌道にご注目です。パイロットナイフエッジスピンのスピンをして急降下、ナイスカブリー、ナイフエッジスピン。さらに演技がついてここでナダをキックエンドダブル。この威力に接近する大技でなんとエクストラがバット運動を縁切り返しをしてしまいました。そしてここでスタープロン、綺麗に宙返りを描きながら 6G、 そして 7G、 8G と高い重力感でこちらに戻ってきました。ここで見せてくれるのがハートルーク、大きくハートを描いていきます。カメラをお持ちの方はシャッターチャンス。皆さん、ハートの眼中、お金になるでしょうか。男性の皆様を受け取ってくださいね。ついているのがシャートゥース、スタミナ派ということで、鋭く垂直上昇した機体は速度がなくなる。ここで操縦がプッ、極域飛行距離ではこの水中バーティカルステイ、そしてこの45度のダウンラインがとても重要になるんです。ここでポイントロードを行いながら速度を稼いで戻ってきた。まずは宇宙に、これより大きなパワーのエクストラ300の不思議な軌道にご注目です。300バイクでエンジンをフルパワーで、なんとヘリコプターのように空中に止まってしまうんです。どうぞ会場の皆さん、大きな拍手をお願いします。皆さんの拍手で、なんと飛行機が止まってしまうんです。デシューバーレートープロー。そして自ら引いてきたスモークの中にバックをしてしまいます。ライフバディー、ついて見せてくれたローリングサイクル、なんと機体が大きをしながら展開を行います。パイロットは目が回らないでしょうか。さあ、パイロットはプラスマイナス G を交互にかけながら展開を行います。ついて見せてくれるのはフォーポイントロード2回行う、今でダブルフォーマイブロー。速度をつけて会場右手方向に戻ってきます。ここでローメイクサイン、ローリングサークルで、そしてなんとファミリーコーでこちらに戻ってきましたよ。ダンプフォーマイブロー、レッグワン、ツー、スリー、フォー、エンド、ワン、ツー、スリー、エンド、フォーマイブロー、ダンプフォーマイブロー。どうぞ皆さん、お願いします。そしてここでハニーコーで掃除がプー、大きくマイナス G をかけながら大空へと登っていきます。そしてここでポイントロードを行いながら速度をつけて戻ってきました。また宇宙に、ついて見せてくるのはクロバット、今年新作の技です。しっかり見ていてくださいね。ポイントはここで翼のラダオッケー、ここで翼を開いて回転をさせてクロバット、さらにここで新技が続きます。谷が大空を登っているように見えるところが来ました。クラブプライベート。さて、宇宙パイロット会場上空で宙返りを行います。極域飛行協会が綺麗な C に見られては特定ならないため、とても難しいんですね。そしてこの水平飛行から大空を登ってきました。ここでお尻を振りながらプラバット、そして大空に投げられたブーメランが落ちてくるかのようにひらひらと回転させます。バットスピン、先頭で機体を傾けて、この新技はハリコプター、しっかり皆さん置いて帰っていただきたいと思います。大空に乗った飛行機がなんと空中に止まってしまいます。いわゆるフレンチプレーに起こしている皆さんに、なんと飛行機はご挨拶、テイチワー。宇宙からってひっくり飛ぶからオスライドに登っていきます。これ、タイヤとパフォーマンス、タジループ、
大きく信用をかけて大空へ登ってきた機体は速度がなくなり操縦がとても難しいのですが、ここでスタート。ここで操縦を戦っています。垂直尾翼がパタパタと動いて操縦と戦っているのがしっかりとご覧になれるかと思います。宇宙人マサヒロ、この強い風に向かってスローフライトを見せてくれています。さて皆さん、自転車に乗るとき速く走るのとゆっくりと走るの、とてもどちらが難しいと思いますか？飛行機も同じなんです。ゆっくりとフライトするのがとても難しいので、とても素晴らしいフライトを見せてくれました。まずは宇宙人よく20秒のクロアさんでホームスイングが終了して、皆様の目の前にワイパーとなり低いところをフライトしてくれます。カメラをお持ちの方はシャッターチャンスです。ウイスキーパワーフォーメーションエナジー、プルウォーカーまた宇宙人。ここでスーパーソロ、そしてさらに会場を開いて方向でラート。 That super slow roll is one of the most difficult maneuvers to do well, and if you can do a super slow roll well, you can do almost anything well. A big round of applause for Masa Utsumi and the super slow roll. Okay, 会場左方向にマサ・ウツミ進入してきました。スタート。低いところから何を見せてくるんでしょうか。ワンサーブル、ワン、ツー、スリー、フォー、ファイブ。ワンサーブル、どうぞ皆さん、お手足をお願いします。そしてさらに低いところからオールフライトを止め出していきます。ここでキラッと翼を輝かせてオールフライトを登ってきます。まずは宇宙に体重を右方向で速度をぐんぐん上げて戻ってきます。速度は270キロ、合計300キロ。そのまま体重で飛行機するのがしっかりと見えるのでしょうか。エクストラの全長約7メートル、重さは約680キロ、搭載されてますエンジンは AER540 と直立を置くの専用のエンジンで、なんと300馬力を誇ります。操縦桿を倒すと1秒間に360度くるりと回転をしてしまいます。世界中の直立をパイロットに愛されているロングスラッキーなんですね。なんと宇津井正樹のエクストラが宇津井正樹の前に代わって手を振ってくれてます。会社の皆さんもどうも手を振って応援してくださいね。そしてこれで操縦桿です。大きく前足をかけて暖かに血が上りますから、息をつく暇なくロールエクサー。そしてここでエロボー、そしてスナップロール。スナップロールでは片方の翼を失速させて回る特殊な回転方法。エアロティック世界選手権では多くの選手がこの技を対応します。この青く澄み切った選びに手つきてに上空に長い螺旋をきれいに描いてくれました。まずは宇宙に。さて素晴らしいエアロティックスライドを見せてくれたまずは宇宙に。会場左手方向でエモンドを行えるような着陸をなんと行ってしまうんです。エロティック戦機エクストラ300では特技性欲のため着陸の時に前が全く見えないんですね。このように翼を傾けて発想を確認しながら着陸を行います。エロティック戦機ならではの着陸方法ですね。スラムフィギュアスケートで呼ばれる極一等競技は今の自分に合った技量や機体の性能に合わせて参加クラスを決めていきます。まずは極一等入門クラスのプライマリークラス、初級クラスのスポーツマンクラス、中級クラスのインターミディエイト、上級クラスのアドバンスト、そして5つ目の大きなクラス、
最初級クラスはアーチェットの5つのクラスに分かれます。上級クラスによっては技の美しさや正確さを競う競技などの中でなんと最大10G 体重の約10倍もの重力がかかっているんです。ウィッキーパパ、ウッセンパイロットはなんとその中アーチェットクラスで活躍しているパイロットなんです。エラティックファイトを見せてくれた宇宙のパイロットは皆様の目の前へと戻ってきました。ぜひエンジンが止まりましてパイロットが出てきましたら皆様の温かい拍手でお出迎えいただきたいと思います。エクストラ300のエンジンが停止をしてここでお尻をくるっと回転させてタレの機体が停止しました。パイロットは何十人もきつく締められたシートベルトを一つずつ外して降りてきます。さて扉が開かれました。最新フライトを見せてくれたのはウィッキーパパ競技途中ダルト宇都宮マサーキロメンディングをしましたのはウィッキーパパ競技途中ダルト宇都宮マサーキロ、そして私ナレーション増田純一が登場させていただきました。本日会場にはウィスキーパーも出店ブースもありますので、閉店グッズをゲットしていただきたいと思います。